勝負のタイミングは突然訪れたりするもの。フルブラフは見抜かれる。ただハーフブラフは積み重ねた己の行動次第でとてつもない武器となる。勝負を決める鍵となるのはそれまでの立ち振る舞いと完全なタイミングでの強靭な覚悟を持ったハーフブラフ。ショーダウンになる前にこいつと勝負するのは無駄と相手にそれ以上続けさせることの意味のなさを認識させ引かせる。それが一番美しく確実な勝ち方。人生においてそれほど危機的な状況が何度も訪れるわけではない。だが危機的な状況ほど突然訪れる。そこで普通はあたふたしてしまう。最悪の事態が起きた時のことを常に想像することが大切。一見ネガティブな発想にとらわれがちだが、これは己に対する保険。緊張感が欠落してしまうのはこの危機的な状況を常に想像できていないからだ。それができていれば、もし万が一どんな状況になってもおろおろすることはない。ドキドキはしても胸の中にしまっている銃を握ればいい。あとは覚悟。常に強靭な覚悟を持つこと。